続いて正面左側に見えてくるのがシロオリックスです。長い角を持ってます。この長い角一生伸び続けるんですね。早かったまで言うと自分の体を刺したのもいます。古代エジプトの壁画なんかに長い角の鹿さん描かれてます。あれがこのオリックスだと言われてますね。はい、では次へ。